今日は仕事も早く終わったので東京駅へ向かってます。うちから東京駅まで車で30分から40分ぐらいの距離なんで、まあ近場散歩コースになりますかね。はい、まあ東京駅の改修工事が終わったら駅舎のライトアップを見に行こうとずっと思ってたんですが、もうすっかり忘れておりまして、この日はもう慌てて行きました。まあ慌てる必要もなかったんですけどもね。東京駅に近づくにつれてタクシーの台数も増えてまいります。次の信号で止まるんですけども、この左側が日本橋口になりますかね。ちょっと正確じゃないかもしれませんけども、確かそうだったと思います。で止まってビルをぐわーっと眺めちゃったりもします。この辺はやっぱりオフィスビルが多いですね。日本橋口を通過してちょっと走ってこのガード下をくぐってすぐ左折ですね。前のタクシーが今合図出してますけども、同じように曲がります。結構歩行者が多いので注意して曲がりましょう。このガード下をくぐってすぐ左折っていうコースはですね、何度も来てるんですけども、まあ何度来てもワクワクしますね。ドキドキします。この時間帯に来るとなおさらですね。なんでなんでしょうね。不思議ですね。もうすぐ丸の内の広場の通りに出るはずですね。ちょっと改修工事終わった後で道がルートがちょっと変わってるっぽかったんですよね。ちょっと迷子になりそうだったんですけども、あたふたしながらちょっとぐるっと回ってみようと思いまして、左折の指示が出てるレーンに入りました。またまたタクシーの後ろをついていきます。ほぼ左折状態ですね、はい、この信号も左折します。もうここら辺がずっと広場になってますんでね、そこをぐるっと回っていきます。そして見えてきますのが東京駅の茶色いレンガの駅舎になります。あ、綺麗ですね。もうこの曲がった瞬間にもうなんか感動しちゃいましたね。あまりの綺麗さに感動してしまいました。茶色い建物にはこのオレンジ色の光がよく似合いますよね。あの白っぽい光はちょっとやっぱり冷たい感じがして合わないですよね。やっぱりこのオレンジ色っぽい赤っぽい感じの光がとてもよく似合ってるなと思います。特にこの寒い時期になるとですね、温かみがあっていいんですよね。このオレンジ色っぽい光がですよね、東京駅にとってもぴったり合ってるなと思いました。はい、またまた左折ですね。ちょっと前の車についていく感じになっちゃってますけども、はい、ここも左折です。駅前広場のなんか中に入っていくような感じの道だったんで、もう行っちゃえということでまたまた左折いたしました。なんかもうお前に曲がれる右折はねえみたいな、そんな、まあ、なんか昔そんなギャグあったような気がしますけども、そんな感じで前の車についていってます。おっと、ちょっと右折になります。今回は右折ですね。はい、ずっとついていけばどうにかなるかなと思ったら、前の車が駐車場に地下駐車場に入ってたので焦りました。やばいと思って急遽右です。右折です。いや、危なかったです。これはちょっと焦りましたよ。東京駅の駅前広場でぐるっと撮影してみました。
写真を何枚か撮ってみました。カメラはソニーの α6000 なんですけども、この時の ISO が1万だったかな。まあ三脚なしで手持ちで撮ったんですけども、ちょっとやっぱピンボケしちゃってますね。まあこれは私のカメラの腕の悪さが目立ちますね。これはもう帰り道です。帰り道の途中に首都高箱崎ジャンクションがあるので寄ってみました。ここも何度も来てるんですけどね、夜になると寄ってみたくなるんですよ。道路脇でバイクを一旦止めまして、ここからちょっととことこ歩いてコンビニに向かいます。もうあれですよね、小型バイクはもうこういうところがいいですよね。楽で取り回しも最高に軽くて楽ちんですね。はい、コンビニに到着です。ここであったかいコーヒーを飲みながらジャンクションを眺めようかなと思います。この場所には東京シティエアーターミナルがあります。詳しいことは分かんないんですけども、羽田とか成田空港へ行けるリムジンバスに乗れるようです。ジャンクションといっても下から眺めるだけなんですけどね、合流ポイントがまあまるで山田のオロチのようで、なかなか迫力がある夜景スポットです。最後にスマートフォンで撮った写真をアップしておきます。なんかα6000 より綺麗に撮れてるのがすごい悔しいですね。ではまた。